はい、今回の問題は絵の読み取りに関する問題です。以上か。はい、まずポイントですね。自分の知ってることをね、書きたいですよね、答案には。ただですね、聞かれていること、そしてこの絵から読み取る、そのことだけを書かないと得点にはなりません。でしょうか。ポイントです。自分の知ってることではなく、絵から読み取れることだけですね。これを書きましょう。それ以外のこと、関係ないことが書いても得点にはなりません。あとは、表題、題がついてます。必ずこれは確認してください。表題を確認。はい、大井川のことだな、庄野という場所でのことだな、表題の確認。そして、絵を見ていきます。まず図1からですね、わかること。あ、これは川歩いてますよね。川を歩いている。そして何か板のようなものの上に人を乗せて運んでますよね、大井川で。これから考えられることは、橋が架けられてないんじゃない、橋がないんじゃないかな、いいことですよね。はい、ですから図1から、川を歩いている。川底が浅いんですね。浅いんじゃないかな。そして、数人で人を運んでます。このことから橋が架かっていないのではないか。とまず読み取ることができます。はい、そして図2ですね。カゴに乗ってますよね、これね。はい。カゴに何かかけてます、これ。ゴザとかむしろ、そのようなものをカゴにかけてます。カゴにかけて。ゴザ、むしろとかね。はい、かけています。そして、なんか走ってるような感じですね。右側の人。
右側の人が走ってるような感じです。走ってる。はい、このことから突然雨が降ってきたのではないかと。急に雨が降ってきたのではないかと。このように読み取ることができます。そして聞かれていることは、この旅人の苦労や心配はどんなものであったんですかということですから、余計なこと書かなくていいですね。この作品は安藤広重が書いたものだ。俺、僕知ってるとかね。あとは大井川に橋がかけられてない理由もわかるんだって言って、それを書いちゃダメだってことですよね。点数になりません。はい、苦労や心配ですね。これを書きましょうと。そして二つ書きなさいとありますので、まあ図1から一つ、図2から一つを書けばいいですね。これは。はい、ですから、図1からですね、橋が架けられてないということは、大雨、雨が降った時ね、川の水の量が増えて、川を渡れなくなるという、そういう心配がある。まあ実際にね、川止めって言ってね、渡ることができなくなって、まあその近くのね、どこに何日も泊まっていたというのも実際にありました。そしてあとは図2からですね、考えられること。まあこれも突然雨が降ってきたということで、どのようにすればいいか。まあ現在のようにですね、天気予報とかですね、あるわけではありませんので、まあ近くにですね、コンビニとかね、店とかもあるわけではないので、まあ、あらかじめ用意しておかなきゃいけなかったということで、まあ大変だったということですね。あとはこの、そう考えた理由と、これも書いてくださいとあるので、これも書かなくてはいけないと。まあ以上のようなところに注意して、回答例ですね。いろいろな答えがありますので、回答例としてそこに書いてあります。橋が架けられてない川があるので、大雨などで増水した時に川を渡れなくなってしまう。ね。そしてもう一つが、ござなどで雨をしのいでいるので、旅の途中で突然雨が降った時に濡れてしまうことがあると。資料の問題ですね。しっかり読み取れば、まあ怖いことはありませんので、設問の指示ですね。慌てないで、設問の指示に正確に従って解いてください。はい、この問題はこれで終わります。